今日から試合が始まります。まあ、試合は今日はシングルスとダブルスがあって両方とも午後からなんですけど、まあ、午前、練習してお昼食べてゆっくりして、まあ、試合に入るって形ですね。まあ、ちょっとね、昨日の夜多分2時か3時ぐらいからヘンリーがこんにちは、なんか乾燥機をかけ始めて、本当にやめてほしい。本当にマジで寝れなかったです。そんな夜でしたけど、まあとりあえず、まあ、いい準備をして試合に入りたいと思います。
試合終わりました。結果は 7-5-4-1 相手リタイアということで、まあ思わぬ形でしたけど、とりあえず勝ててよかったです。まあ1セット目結構ちょっと相手のボールもいやらしく、僕はちょっと直接試合見れずにデータがなくて、まあバックがちょっと弱いっていうのは聞いてたんですけど、まあ弱いなりにもミスも少なかったし、いやらしさがあったんで、ちょっとそういう面でゲームがもつれながら試合が進んでいって、まあ、あんまいい感覚ではなかったんですけど、なんとかもぎ取って、セカンドセットは、まあ、だいぶ自分のペースで、攻撃的に、いけたので、よかったかなと思います。まあ、ファーストセットは、そうですね、相手のいやらしい球にちょっと無理する場面があったりとか、自分のいい感覚で進めることはできなかったですけど、まあ、相手の球際の部分の弱さがちょっと見えたので、まあ、そこをついて、なんとか、大事なポイントは取りながら、ファーストセットを取って、それが結構相手にダメージが来たのか、結構疲れ果ててたんで、まあ、それが効いたのかなと思います。まあ、そういう体力の部分はね、僕の武器なんで、
とりあえず良かったです。で、今日から GoPro で撮ってたんですけど、ちょっと遠かったりとか画質が悪かったりとか、まだ編集してないんで分かんないんですけど、ちょっと見づらかったらすいません。これが見にくいとかこういう方がいいっていうのがあったら、ちょっとコメント欄に教えていただけると嬉しいです。じゃあそんな感じでありがとうございました。